おはようございます。レイです。11月15日、火曜日の今日は、七五三です。数え年で男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳の時に、その成長を祝い、神社に参拝する行事です。11月15日に行うようになったのは、江戸時代、徳川義経の子、徳松の祝いがこの日に行われたことからだと言われています。現在は七五三という名称からそれぞれの年齢で行う同じ行事のように捉えられる傾向にありますが、実際には別々の異なった行事であるんです。三つの子供の行事を七五三と呼んだため、本来の神事の内容が薄れ、同じ行事のように思われているそうなんですね。そのため現在でも地方によって年齢や祝う内容が異なるんです。この七五三の発祥とされる関東地方では、以下のように考えられているそうですね。数え年で3歳、満年齢2歳になる年を、神置きとし、主に女児が行います。古くはね、男児も行っていたため、現在も行う場合があるそうなんですけれども、江戸時代は3歳までは髪を剃る習慣があったため、それを終了する儀なんだそうです。そして数え年5歳、これは満年齢4歳になる年を、袴着として男児が祝います。まさに男子がね、袴を着用し始める儀なんですけれども、平安時代に公家階級で行われていた行事に習ったもので、古くは男女共に行ったんですけれども、武家では男子のみに行ったため、次第に男児の行事となったそうなんです。そして数え年の7歳、満年齢6歳になる年を、帯置き、または、紐ほどきとし、女児が行います。女児が付け紐の着物を卒業し、大人と同じ幅の広い帯を結び始める儀のことです。最近では性別問わず、3回すべて行う例も参見します。奇数を縁起の良い数と考える中国の思想も影響あるそうですね。上方発祥の習俗としては、13回りなんていうのがありまして、これも徐々に全国に広がりつつあるようなんですね。変わったところでは、福岡県で4歳から5歳で紐解き、7歳でへこかき、湯文字かきというのがありまして、これいずれもね、ふんどしや湯文字といったね、成人仕様の下着を初めて身につけるっていうね、こういった行事を行う地区もあるそうです。そして3歳イコール言葉、5歳イコール知恵、7歳イコール歯を神から授かることを感謝し、また3歳、5歳、7歳は子供の役の一種でもあるという考えが出雲地方に見られるそうです。昔、子供というのは7歳までの生存率が低く、7歳を迎えるまでは子供は神様から預かっているというような考えがあったそうなんです。親心としては子供を失う悲しみを少しでも和らげる意味合いもあったのではないかと考えられます。理由としてはね、昔は風邪で命を奪われる子供っていうのも多くて、栄養面でも現在より劣悪であったと言われていますが、一概にそうであったとも言えないようです。一番の原因は病であったようで、現代では予防接種があるような病で命を奪われるケースが多かったようです。このような時代背景を思い浮かべながら七五三をお祝いしてみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、今日も良い一日を。